柏駅。これすんげえ昭和。昭和。おお、太鼓の匂いがする。お、太鼓の音が聞こえた。シューでーす。マイナス。マイナスショー拓郎さんは千葉県の柏市の、ハイテクセガ柏。ハイテクセガ柏に来ました。これ太鼓入ってすげえ。え、すごくないこの配置、やば。あのね、以前ね、俺が半年ぐらい前に来た時はここにあったんだよ。へー、最近変わったんだ、うん、やば。何曲ですか？2曲、3曲。あ、3だね。それでも大抵100円です。確かに。で、嬉しいことに PC 使います、はい、あ、いいね。それから大抵使いますよね。大抵使える。なんだこれ、太鼓の不具合、バチの不具合、コインのまれ。デジチャイムですね。ああ、呼ぶやつね。そう、海大に。あ、ポンタ使える。ポンタ使える。まあ、セガ系ですね。いや、前期間限定とかだったんで、いつでも使えんだ。ポンタで、ポンタのポイントで対抗ができるんだ。いいね、いいね。タクロさんやったらどうですか、ポンタで。ポンタでやってないんですよ。やってないんかい。恒例のポンタ一等が当たるまでやりますよ。いや、当たってもやるよ。今のところ2等が最高ですね。1等100ポイントで、期間限定で1000ポイント当たったりとかもする。あー、3等だ、残念。で、1円分で確認しよう。これ100ポイントあったら対抗ができるんですけど。あるわ、あるわ。じゃあ俺これでやろうかな。あ、1月31日まで。やっぱ限定なんだ。せっかくなんでやります。はい、よーし。サービスコイン入れてもらいました。太鼓叩いてスタート。で、すごいことに太鼓の後ろマイマイ。今日の対決いきましょう。もう5回目で。太鼓を選んで。じゃあ、その方のやつが消えて。その方の太鼓を選ぶの。これ現金でーす。これ言うの現金で。ボケてきた。結構叩いた感じいいっすけど。いいんだけど、昔半年前に1回来た時はちょっと配置が違ってて、あれ一回やったやつ J-POP に、まあ、ちょっと見たいんだけど、J-POP のこれだ。うっせぇわから解体期間とか、ここら辺まで入った時に一回来たんですよ。荷重がひどくて、これ猫全量するのに肉でかかりました。え、こっちですか？やどちらもやった。こっちも悪いですか？どっちも多重が起きた。マジですか？で、その当時はね、だから今は分からない。今は分からないけど、どっちも多重が来て嫌なことをしました。まあ、じゃあ確認しますか、まずは。叩き心地もいいし、ロール処理入りそうだね。あ、めっちゃ入りそう。ちょっと措置狭そうだから、ちょっと移動しますね。これになりそう、これになりそう。あとは腕が頭つけるかどうか。あ、めっちゃ入ってる。お、思ったほど入んなかった。あ、もったいない。今やらかした。マジか。76ぐらい入った。マジか。いや、こいつ狭いな、ここが。でもあれだな、手回った中で一番メンチいい。いいですね。あ、音もいいわ、ロングショルダー。もう一回連打やりたいですね。こっちも入る。なんなんだろうな、ちょっと詰まりますよ。ちょっと詰まるな。結構サムネ映えそう。ちょっと離れますね。離れて。お、すげえ。めっちゃ映える、ここすげえ。ガチャ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 。てかちょっとバキ重くした。あ、もう一回スマイルですか？別にいいんだけど。
はい、販売用です。販売用です。ちょっと手紙に一応はっきり言いますけど、多分この動画止めないと思うから、あれはっきり言います。ここ3件くらいあります。あ、もう止めないんだ。止めない方がいい。まさかの止めないんだ。止めない方がいい。ああ、じゃあそうだ。ノーカットか。そう、ノーカット。経験紹介ノーカットです。やりづらいんだよね。なんかやりづらいけど、でも俺地雷かも入るけど、なんかやだな、ここ。こっちがいい。色突然の移動。はい、ノーカットなんで、ちょっと動画時間長めかもしんないまあ、編集がちょっと大変かもしんないけど、モザイクかけたりとか。まあ、モザイクはそんな手間かかんない。はい、じゃあ行きましょう。はい、案内してください。はい、ガリはあるんですけど、ガリは最後ないんですよ。あ、ないですね。ちょっとモザイクが大変なんで。あ、太鼓の達人ってまた聞こえた。え、すげえ。あったね、あったね。やべえ、ぶつかるぶつかる。柏ガリバー、すげえ。はい、じゃあ続いての店舗。はい、じゃあ続いての店舗、柏ガリバーという店です。え、すげえ。歩いて何秒だ？ 10 秒ぐらい。あ、で、もう一つ行くと、そのもう一個、斜め、蓮向かいのところにゴジラがあるんですよ。ゴジラってとこらしい。まずじゃあここ確認しますか連続です。すげえ、通路にあるよ、ここだからノーカットでって言ったの。100円ない。何を出します。あった。参加なの。コーナーを選ぶの。了解してくるんで、ちょっとお願いします。なんかすげえ硬い。もうちょいこっちだ。よし。で、ここ、機械のいたずらや台を叩くなど迷惑になる声をお控えください。お守り届けないお客様は警察です。お尻で当店の出入り禁止をさせていただきます。あ、ケースを書いてある。ほんとろ。お、すげえ。やっぱ千葉は治安悪いね。で、3局でこうマスク着用にご協力ください。で、なんかサインとかすごく書いてある。すごいな。で、バチは、これやばいな。好きな曲を選ぶの。連打？連打のバチ。好きな曲を選ぶの。連打の黄色だから連打。これ。好きな曲を選ぶの。やば。てか、グリップがすごいな。好きな曲を選ぶの。グリップだけ購入してるよ。うん、ちゃんとしたグリップ購入してますね。好きな曲を選ぶの。で、10時以降は購入。好きな曲を選ぶの。お気をつけください。返却できません。好きな曲を選ぶ。今時間的に出して今8時45分から7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 5分から
頑張れば80ぐらい。じゃあ、ゴールデン
最後に。早いですね。あ、いけた、いけた、すげえ、いけんじゃん。これ販売するのか。自己上79位になった。これを販売するか。あ、でもいいですよ、販売ですからね、これは。この場所販売です。俺ここダメだ、相性悪い。おお、2台。もうすげえ。歩いて5秒とか。確かにすげえ。いや、もちろんゲームセンターの名前違いますからね。同じでいいでしょ。で、今だにさ、ここゲームセンターなの。このとこすげえ。後ほど紹介するか。狭いし、麺ボコボコなんだ。太鼓2台あるんで。こっちじゃない。反応しなかった。これ一番ダメなやつかも。まあこういう台に限って連打入ったりとかする。あ、知らんけど。反応するだけど叩き残しないから。次やるか。もう一台。ポイントだけどんどん溜まるから。はい。確かに。はい、じゃあもう一台。はい、どう。こっちなんか綺麗だ。こっち暗いな。綺麗だけど。あれ、ちょっとごめんなさい。ごめんなさい。出てるか。てか太鼓に禁煙ってやばいな。ここレッドじゃないですか、レッド。今日ワンガンなんだけど、ちょっとうるさいな。でもこういう台が一番神台の可能性も。わかります、ここ。好きな曲を選ぶの。太鼓が高い。ほら。好きな曲を選ぶの。俺気づいちゃった、俺気づいちゃった、いろんなとこ行ってるから分かる。ほらあれ、そうだ、ほら地面ってここが高いやん。そう、あ、だからこれ太鼓高いんだ。え、すげえ。だから高身長の人とかいいかも。ゼーマとか。そう、まあゼーマでかすぎるんであんま意味ないと思う。あんま意味ない。あれ、いくらっけ。172。あ、じゃあちょうどいいかも。あれ、下がらないで。あ、確かに通してやりやすいだ。あ、でも叩いたからいいの。
よ、勝負。やりやすい。ここなんか置いてある。でさっきのとこちょっと取るの忘れたんで、ちょっと待っといてください。と思ったらやってた誰か。あ、これでもう最後ですよね。これ最後です。あ、じゃあ一旦カットしましょう。はい、一旦。ここ電車で GO もあった。ほら。で、人少ないですね。うん。ゲームセンター、ゲームアルファ。あ、こっちにも書いてある。ゲームセンターゴジラ。あったあった。ガリバー、ゴジラ、アルファ。ハイテクセガ。あと、マイマイが太鼓の近くにある。こっちもそこ太鼓で、そこ太鼓とマイマイ。音劇がすごいとこにある。やば。ここ裏がまだグリーンだ。やばい。うん。ここがガリバー V で太鼓ないらしい。でさっきのとこあっち。すげえよな。遠すぎて見えないもん。あ、本当だ。で、そっちはセガね。で、張り紙ちょっと見るの忘れてたんで、ゲームされないお客さんのご着席、対面での会話、大声での会話、まあ、マスクしろと、大声出さないで。うん、なんか大したこと書いてなかった。うん。せっかく待ったんですけど、まあこんな感じか。でも壁とか古いね。すごい年季入ってるよ、このビル。で、拓郎さんが最後どこが一番良かったって言われました。僕はあれです、あの連打一番入ったとこ、個人的に一番最後の台。拓郎さんどこですか？俺も一番最後か、まあ、まあ、もしね、なんかここ並んでて、なんかちょっと待てないなと思った時はここかな。あ、拓郎さんが79入れたとこ、うん、いやー、ここの太鼓はね、あの、まあ、セガも捨てがたいな、なんか最近ね、最近メンテしてたか分かんないけど、波状なくなってたから。あ、普通にセガもメンテよかった。でもここ来たらやっぱり、太鼓が高いところ、いや、そこに俺ちょっとびっくりした。こんなとこなかなかないんで、すごいね、太鼓が高いんだもん。俺身長伸びたと思っちゃった。で、今回拓郎さんご紹介ありがとうございます。めっちゃ楽しかった。まあちょっとね、ノーカットになってるんで、ちょっと編集は大変かもしれませんが、まあ、多分こんな近くに行って思うかもしれないと思うので、あ、まあそういうとこはカットしないんで、まあ皆さんに伝わってると思いますよ。ありがとうございます。まあ、何よりもびっくりなのは、これ全部店舗名別なんですよ。全部別のゲーセン。そう、ハイテクセガランド歌手は次に行ったのがアルファだね、ゲームアルファで、その時にゲームセンターゴジラ、全部違う名前ですから。
こんだけでかいからなんか統一しちゃってもいいんじゃねえかって思うかもしれないけど、各々、うん、独立のゲーセンなんでバラバラっていうね。そう、それでまあメンテもやっぱりそれぞれありましたんで、まあ興味がある、ちょっと行ってみたいなどありましたら、ぜひ皆さん行ってみていかがでしょうか。ありがとうございます。それでではこの動画はここで終わりにします。おご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それで閉めろよ、閉めろよそんな言葉使わないでくださいよ。閉めろよ。あ、閉めろよか。では